ベナンの小学校教育を受ける権利とは、教育を受けることを要求できる力、人権のことである。教育を受ける権利は、国民が国に対して要求できる、基本的人権の一つとされ、社会権に属している。日本においては、日本国憲法第26条第1項に、すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。 という規定がある。教育を受ける権利は、その性質上、学習者に対して保障される。また、教育を受ける権利が設けられている目的は、学習権の保障であるとも考えられている。また、その権利利行を保障するのは、第一に、保護者である。日本国憲法第26条第一項の規定の性質は、生存権と同様に、プログラム規定説、 抽象的権利施設、具体的権利施設があるが、最高裁判所の判例は、まだない。経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第13条は、義務的でかつ、無償の初等教育と、全身的無償化の導入によりすべてのものに対して、中等教育、高等教育を受ける、機会均等を求めている。さらに女子に対する、 あらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の第十条においては、一般教育及び職業教育の男女同一家ほどの保障や奨学金を得る機会均等を明記している。ありがとうございます。